はい、皆さんこんにちは、さくらです。今回なんですけれども、2022年クリスマスコフレの購入検討会やっていこうと思います。今日撮影してるのまだ9月なんですけど、10月の1週目からクリスマスコフレが続々と発売されていくのでご紹介していきたいと思います。本当にいろんなブランドさんからたくさんのクリスマスコフレが発売されるので、全部紹介するとすごい長くなっちゃうので、その中でも私が特に気になってる、買いたいなって思ってるコスメを中心にご紹介していくので、よかったら最後まで見ていただけたらと思います。それでは本日の動画スタート。では早速ご紹介していきたいと思います。今日撮影してるのが9月の25日なので、今日時点での情報になるので、もしかしたら変更とか追加とかあるかもしれないので、その点はご了承ください。まず一番最初がディオールです。ディオールは第1弾第2弾と分かれるんですけど、まず第1弾からご紹介していきます。テーマがザ・アトリエ・オブ・ドリームズ。多分去年と同じテーマな気がするんですけど、エレガントな黒のケースに収められたマルチユースパレットとアイパレットの発売ですね。毎年この形は発売されてるんですけど、アイシャドウ、チーク、ハイライト、リップのセットのパレットと、アイシャドウが5色入ったパレットの2つが発売されます。マルチユースパレットの方はアイシャドウの刻印が上品で素敵ですよね。第2弾のサンククルクチュールと多分同じような感じなのかなと思います。アイシャドウパレットの方は赤みブラウンっぽい感じなのかな。毎年このパレットはラメがすごく綺麗なので、今からどんな感じなのかなって気になってます。全国発売が10月14日、10月5日から一部店舗と公式オンラインブティックで先行発売されます。続いては第2弾です。第2弾ではアイシャドウ、チーク、リップ、ネイルなどがたくさん発売されます。アイシャドウとチークの刻印が星座をモチーフにしてるそうで、ホリデーらしくて可愛いですよね。アイシャドウのサンククルルクチュールが2色、チークが2色、ゴールドが素敵なリップケースが1色、リップが4色、マキシマイザーが1色、これも毎年発売されてるんですけど、リップボックスが1種類、ネイルが2種類とネイルトップコートが1色発売されます。最初インスタグラムで見た時は結構くすんだカラーなのかなって思ったので、ちょっと使いづらそうだなって思ったんですけど、光の加減で結構色味が違って見えるので、これはどうなのかなって思うんですけど、多分購入してレビューはすると思います。全国発売が11月の3日、予約開始日が10月27日からです。10月12日から一部店舗と公式オンラインブティックで先行発売されます。ディオールもすごく可愛いんですけど、9月にミスディオールのめちゃくちゃ可愛いやつが出たじゃないですか。それとのギャップというか差が激しくて、ホリデーはホリデーでいいんだけど、なんかちょっとなんかなみたいな感じがする。個人的にはミスディオールが可愛すぎたんですよ。公式ではまだ発表されてないんですけど、バックステージのアイパレットが2色発売されるかと思います。続いてはイブサンローランです。イブサンローランからもたくさん発売されるんですけど、中でも一番気になってるのが10色入りのマルチパレットです。星とゴールドのデザインがクリスマスらしくて素敵なパレットですね。去年は確かレッド系のパレットだったと思うんですけど、今年はゴールド、ローズ、レッドなどの華やかなカラーはもちろん、ベージュやブラウン系の使いやすいカラーもセットされてるので、普段使いからパーティーメイクまでいろいろ使いこなせるんじゃないかなと思います。またルージュボリブテ社員から限定2色、ルージュピュールクチュールコレクターから限定2色、今年秋に新登場したリップから新色が2色、人気ナンバーワンのクッションファンデーションの限定パッケージが2色、限定のフレグランスが1種類発売されます。アイシャドウがすごく使いやすそうだなと思うのと、レビュー動画見たいですっていうお声もあるので、購入しようかなどうしようかなって今考えてるところです。10月21日が全国発売で、10月12日が公式オンラインブティックでの先行発売日になってます。10月4日から全国のイブサンローランのカウンターで予約が開始されます。9月27日が公式オンラインブティックでの先行予約が開始されます。続いてはクレドポーポーテです。今回のテーマが宇宙神話の星座にインスパイアを受けたコレクションになっています。まるで星空のようなデザインで、製品ごとに星座のモチーフも異なるため、自分の月星座に合わせたアイテムを選ぶのもおすすめです。第1弾第2弾と分けて発売されるんですけど、今回第1弾だけご紹介していきます。限定アイシャドウが1色、パッ
ッケージは星座のデザインで、アイシャドウに星のデザインがプリントされています。店頭でお色見てきたんですけど、しっとりとした肌なじみのいい色で、ピンクが甘さとグリーンが透明感も引き出してくれるような上品なカラーかなと思いました。限定のリップが2色、今年の秋にリニューアルして大人気のハイライトが1色。こちらはパッと見既存色の17番と似てるんですけど、こっちの方がより透明感が出る感じかなと思います。17番の方が肌なじみがいいかなと思います。最後に人気のフェイスパウダーの限定パッケージが1種類発売されます。あとはオンラインショップ限定品もあって、リップが2色、ハイライトが1色発売されます。私この中でハイライトが一番気になってて、特にオンライン限定のカラーの方が気になってます。店頭でお色見てきたんですけど、定番色とそんなに被らない感じだし、結構肌なじみが良くて使いやすそうなカラーだなって思ったので、オンラインなんで買えるかどうかがちょっと分かんないんですけど、頑張って買おうと思ってるので、レビュー動画楽しみにしててくれたら嬉しいです。クレドポーポーテのホームページの方に、ここのオンラインで買えますって書いてある対象店舗の一覧が貼ってあるリンクがあるので、一応それ概要欄に貼っておくので、もし狙ってる方いらっしゃったらそちらからチェックしてみてください。全国発売が10月21日からで、店舗ではすでに予約開始してるので、気になった方ぜひ早めにチェックしてみてください。お店によっては事前の予約が締め切っちゃってるものとかもあるみたいですね。続いてはセルボークです。テーマが新時代へのポジティブなエナジー、トレンドである Y2K のパワフルでポジティブな高揚感を表現したアイテムが揃います。まずは限定アイシャドウが1色、高揚感あふれるピンクレッドをキーカラーに、ゴールドパールがきらめくイエローゴールドと、陰影を引き立てるピンクベージュ、ピンクからゴールドに変化するピンクグリッターをセット。重ねても濁りのないクリアな発色で、光と溶け合うような抜け感と奥行きのある表情を演出してくれます。続いてマスカラが1色、イエローのニュアンスを含んだレッドがまつげを大胆にカラーチェンジしてパワフルな目元を演出してくれます。肌なじみ抜群の鮮やかな朱色のリップが1色、ネイルが限定1色発売されます。今年の秋コスメのセルボークのアイシャドウがすっごく良かったので、すごくセルボーク好きになったので、クリスマスコフレもすごく可愛くて気になってます。続いてはジェルシュアートです。ミッドナイトチェリーをテーマに、チェリーが溢れるティーパーティーにインスパイア、甘さと同時に胸をキュンとさせる魅惑的な果実のようなときめきたっぷりのコレクションになっています。これは可愛すぎて SNS でもすごく取り上げられてるので、これはもう絶対争奪戦間違いないと思います。7色もののカラーがセットされたアイシャドウパレットとリップ&チーク、プレストパウダーとポーチがセットになってます。こんだけが詰まってて8250円なので、すっごいお得だと思うんですよ。確かジルシチャートのアイシャドウって5000円から6000円ぐらいしたはずなんで、って考えるとこれめっちゃめっちゃお得だし、可愛いし、やばくないと思って。これはね、もう絶対ゲットしたいなって思ってます。全国発売が10月28日。予約開始日が10月14日からなので、欲しい方は絶対早めに予約しておいた方がいいかと思うので、ぜひチェックしてみてください。ジルシャートは11月にも単品コスメが限定で発売されます。アイライナーが限定2色。スキンケア効果と化粧下地効果を兼ね備えた人気の化粧下地が限定1種類。リップが限定3色、リップケースが限定2種類、ボディミルクが限定1種類、ヘアミストが限定1種類、ハンドジェルが限定1種類発売されます。ここまでが11月11日が全国発売の商品で、11月8日から予約が開始されます。そしてギフトにぴったりなメイクセットも発売されます。ミニサイズのリップが3色入ったセットと、アイシャドウとリップのセットが2種類発売されます。最後はフレグランスコレクション、フレグランスとハンドクリームのセットと5種類のフレグランスのミニサイズが1種類発売されます。以上が12月2日全国発売で、11月18日が予約開始日になっています。続いてがシャネルです。今回のテーマはシャネルナンバー5と月、月の輝く表情とナンバー5のフレグランスの色を思わせるゴールドからアンバー、コッパー、赤みがかった色から輝く色まで、輝きと豊かな色彩でホリデーのルークを仕上げます。大人気のアイシャドウレキャトルオンブルはブロンズやコッパーなど月の様々な表情を一つに閉じ込めたような4色がセットされています。ナンバーファイブのボトルやシャネルのロゴの刻印が素敵なアイシャドウです。フェイスパウダーはナンバーファイブのボトルと月を施したデザインで、結構色がはっきり出るのでチークとして使用もできます。こちらは一見アイブロウなのか何なのか不思議なパレットなんですけど、ジェルタイプ
のアイパレットです。まぶた、まつげ、眉毛に使用するとキラッと輝きをプラスしてくれます。最後はリップです。今年発売された人気の高級リップから限定2色、マスクにつきにくいリップから限定2色、ネイルが限定2色とトップコートが限定1色発売されます。最後はボディオイルとボディジェルが1種類ずつ限定で発売されます。これは店頭で見てきたんですけど、一番いいなと思ったのがリップがめちゃくちゃ可愛かったです。ほんのりパールが入ってる感じのお色で、そこがすごくホリデーっぽいなって思いました。アイシャドウは見たままそのまんまの色が出るかなっていう感じです。特に変更パールが入ってたりとか何か変化球があるっていうわけでもなくて、もうほんとそのまんまっていう感じでした。お色自体は目新しさみたいなものはないんですけど、ナンバーファイブの刻印だったりとかシャネルのロゴっていうのがすごくホリデーっぽくて可愛いかなと思いました。フェイスパウダーというか、まあ、チークなんですけど、これめっちゃビビったんですよ。何がビビったかって、めっちゃサイズがでかいです。写真撮れなかったんで撮ってないんですけど、多分ね手のひらには収まらないぐらいでかいんですよ。縦横20センチぐらいの結構でっかいサイズで、私最初なんかノベルティかなんかの鏡かと思ったんですよ。お姉さんにこれ何ですかって聞いたら、あ、これフェイスパウダーなんですよってパカって開けられて、バーンってでかいフェイスパウダーがバーンって出てきたからすっごいびっくりしてこれ原品これですかって聞いたら、あ、これなんですよって言われて、でかすぎでしょみたいな絶対持ち運びできないし家で鑑賞しておくよみたいな感じかな。あとボディジェルとボディオイルのサイズもめちゃでかくて、多分25センチぐらいあったんじゃないかな。結構これくらいの高さがあって、容器がガラスだったんですごく重そうで、なんでここまで大きくしたと思って、どうせやったらもうちょっと小ぶりなやつの方が使い勝手はいいと思うんだけどなと思いながら、なんかもう飾り用に買うものなのかなみたいな、実用的じゃなくないみたいなってちょっと思ったんですけど、っていうくらいすごくびっくりしました。最後デュオルミエールなんですけど、質感がオイルジェルみたいな感じで、ツヤとラメを足してくれるアイテムっていう感じですね。今回のホリデーコレクションってアイシャドウとかそのフェイスパウダーにツヤとかラメ感ってそんなにないので、デュオルミエールを足した方がよりこう華やかにホリデーっぽくゴージャスに仕上がるかなっていう感じですね。使用用途としてはまつげ、眉毛、目頭とかちょこんとつけることで華やかになるみたいな感じのアイテムらしいです。全国発売が10月の28日からです。10月の14日から一部店舗で先行発売もされます。予約開始日がお店によって違うみたいなので、気になってる方は最寄りの店舗に聞いてみてください。続いてはコスメデコルテです。コスメデコルテから毎年定番で発売されているアイシャドウ、リップ、フェイスパウダー、ポーチがセットになった限定キットが発売されます。今年すごくいいなと思ったのがアイシャドウの発色パレットです。コスメデコルテは単色アイシャドウが人気なので、そちらが限定品になることが多いんですけど、今回は発色も入っていて、しかもベージュ、ゴールド、ブラウン系と集まってるので、捨て色なしでいろんなメイクが楽しめると思います。またポーチも可愛くて、去年はなんか湯たんぽみたいな形してるなと思ってたんですけど、今年はベージュカラーで使いやすそうな形かなと思います。また限定リップが2色とリップバームが限定1色発売されます。こちらは11月1日が全国発売で、店舗ではすでに予約が開始されていて、お店によってはもうすでに予約分完売してるところもあるので、気になってる方ぜひ早めにチェックしてみてください。また店舗に行けないっていう方はオンラインでも買うことができて、10月3日から予約抽選があるみたいなので、ぜひそちらもチェックしてみてください。また LINE 使いを楽しめる豪華なスキンケアキットも発売されます。コスメデコルテ A 級とコスメデコルテリフトディメンションっていうリフトアップシリーズのコフレになってます。スキンケアキットは12月1日が全国発売で、10月3日から店頭で予約が開始されます。最後、毎年定番のフェイスパウダーが今年も発売されます。12年目を迎える今年は、花を携えて世界を巡る自由な旅がインスピレーション源に、八角形の構築的なフォルムのコンパクトにアーティスティックな花のモチーフを描くことで、甘くなりすぎない大人の女性のための洗練されたデザインを完成させました。また中身のパウダーにもパッケージと連動したモダンなフラワー型レリーフをデザインしているもの、今季ならでは固体を固めるためのノリやつなぎ成分は一切使用せず、一般的なパウダーの2倍以上の工程を経て丁寧にプレスし、ふんわり軽い極上の使用感を叶えます。またパウダーにはセントーレアシアヌスエキスやパシャンベエキスなど、過酷な環境でも生き抜く植物や自然由来の美容成分を贅沢に配合、溶け込む
様にしっとりと馴染みながら気になるパーツを繊細にカバーして透明感あふれる滑らかな肌へと導いてくれます。店頭でテスター見てきたんですけど、めちゃくちゃ粒子が細かくって、指でスリスリってしたらふわって消えるっていうか、本当に粒子が細かくって、毛穴も一瞬で消えちゃうんですよ、これ使うと。なので、あ、やっぱりすっごくこれいいんだなって思って、で一応予約してます。全国発売が12月1日で、予約はすでに開始してます。こちらもすごく毎年人気なので、ぜひ早めがいいかなと思います。続いては RMK です。今回は都会の喧騒から離れて穏やかに過ごすクリスマスシーズンにインスパイア、喜び安らぎなど温かみのある心の情景に着想を得て、ホリデーレッドをキーカラーにした限定コスメを展開します。一番の目玉が発色セットのアイシャドウ、ローズブラウンやブリックレッドブラウン、ベージュなど温かみのあるカラーを取り揃えました。カラーだけでなく質感も異なり、柔らかなマット、上品な艶めきの縞、そして華やかにきらめくパール縞を重ねることで一味違った洗練された目元を演出します。初めてレッドリップに挑戦する人でも使いやすい2色のレッドリップが登場します。一方、艶やかな質感が楽しめるリップも登場します。マルチカラースティックが限定1色、ネイルが限定3色発売されます。私はアイシャドウがすごく気になってるので、これは購入しようかなと思ってます。全国発売が11月の4日、10月21日から予約開始になってます。続いてはルナソルです。ルナソルは2回発売されるんですけど、まず1回目が11月4日発売のアイシャドウパレットです。多彩な質感のベージュブラウンに意外性や遊び心を詰め込んだ発色パレットアイシャドウ、柔らかいムードからクールな印象、モードな表情まで、いろんなメイクが楽しめます。これはね、すごく使いやすそうなカラーが揃ってるので、ぜひ購入しようと思ってます。発売日が11月の4日、10月の28日から予約開始になってます。ちょっとお気づきかもしれないんですけど、10月28日、すごく大変で、まず、ジルとシャネルが10月28日発売日なんですよね。スックとルナソルがこの日予約開始日なんですよ。だからどっから回ろうって今すごい悩んでるんですよ。だから予約のやつは絶対早めに行かないとまずいじゃないですか。皆さんどっから行きます？なんで同じ日に集まってくんのと思って。続いて2回目の発売が11月の18日なんですけど、こちらのテーマが天空の劇場、刻一刻と姿を変えながら多彩な表情を見せる天空をイメージ、静かな夕焼けに赤く浮かぶ月の美しさをイメージしたトワイライトムーンと神秘的に揺らめくオーロラを連想させるミスティックオーロラという幻想的な2つのシリーズが展開されます。アイシャドウが限定2色、チークが限定2色、アイライナーが限定2色、リップが限定2色、ジェルオイルリップが限定1色、ネイルが限定2色発売されます。11月の18日が全国発売、11月11日から予約開始になってます。10月4日から先行発売があって、で伊勢丹新宿店と阪急メダ本店と公式オンラインブティックで先行発売もされます。先行で買えたらレビュー動画上げようって思ってます。はい、そして最後がスックです。今回のテーマが冬空の中でも凛とした佇まいで咲く冬装備に着想を得た、くすみがかった花弁や葉の優しい色合い、そして舞い降りた雪のきらめきといった美しい情景をカラーコスメで表現しているのが特徴です。毎年スックのホリデーコレクションってキットになってることが多くって、アイシャドウとなんかリップとチークみたいなセットが2つぐらい発売されるっていうことの方が多いんですけど、今回はキットではなくそれぞれの限定品が発売されます。アイシャドウが限定2色、3色アイシャドウが限定2色、チークが限定2色、リップが限定2色、リップバームが限定1色、フェイスパウダーが限定1色発売されます。今回のスックもすっごく可愛いので、またこれも争奪戦になりそうですね。11月4日が全国発売で、10月28日から予約開始になってます。またプレホリデーって言って毎年この時期 UK の限定品が発売されるんですけど、日本だと一部の商品が10月の5日から阪急ビューティーで先行発売されます。スックの公式オンラインショップだと12月に発売されるみたいですね。こっちもすごく可愛いなって思ってたんですけど、買えるところがすごい限定されてるので、まあ、動画にしても皆さん買えなかったら申し訳ないなって思ったんで、プレホリデーはやめておいて、ホリデーコレクションにちょっと全力投球したいなって思ってます。
今回はクリスマスコフレの購入相談会やっていきましたが、いかがだったでしょうか。気が狂いそうなぐらいどこのブランドさんも可愛くって、顔もお金も足りないんですけどっていう感じなんですよ。本当に今のところの予定だと、ディオール、シャネル、クレドポーポーテ、RMK、ルナソル、スック、コスメデコルテはレビューしようと思ってます。イヴ・サンローランとセルボーカーちょっと迷ってるんですけど、動画ではお話しなかったんですけど、アディクションとかスリーとかもめちゃくちゃ良さげなんで、あー可愛いなって思ったりとか、あともう安定的にポーランドショーも可愛いし、どうしようどうしよう、可愛いって思いながらいろいろと迷ってます。私も無事買えたら来月たくさんレビュー動画上げたいなって思ってるので、ぜひ今後の動画も楽しみにしていただけたら嬉しいです。また皆さんが狙ってるコスメあったらぜひ教えてください。コメント欄でお待ちしております。それでは本日はご視聴どうもありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。